中二秒でも恋がしたい。は、虎ト虎ラトラによる日本のライトノベル。イラストは、大阪のぞみが担当している。略称は、中二恋、中二病、中恋。元、中二病で、高校一年生の戸梨雄太と、同学年で、現役、中二病の高梨立花を軸として、周囲を巻き込みながら展開していく、学園ラブコメディ作品。 カエスマ文庫第一弾の一つとして刊行された。一巻は第一回京都アニメーション大賞奨励賞受賞作で着眼点とアイデアが面白く文章のセンスもあると評価された。2012年10月から12月までテレビアニメの第一期が放送され、2013年9月14日に劇場版が公開された。2014年1月から3月まで テレビアニメ第2期が放送された。2018年1月6日に完全オリジナルでの劇場版第2作が公開された。当初の学年は原作小説並びにアニメ第1期のもの。アニメ第2期では年次が変わりそれぞれ進学、進級する。また一部のサブキャラクターは単に生徒としてアニメにクレジットされた。 この節では特に記載がない限り小説の設定に基づく。原作では一戸建て住宅に一家五人揃って暮らしている。アニメでの住居は団地。第一期では父はジャカルタに単身赴任中で母と姉妹はユータと同居していたが年度末に母と姉妹がジャカルタに引っ越し、第二期第一話でクズノハが通学のため帰国、六家を加えた三人で暮らしている。 私立銀南学園高等学校のモデルとなった旧鎌係小学校第1期は原作と同じタイトルで2012年10月から12月まで放送された。全12話 TV 未放送1話。第1話と第12話のナレーションは大塚義忠が,が務めた。第2期は12秒でも恋がしたい。連のタイトルで2014年1月から3月まで放送された。 全12話 TV 未放送1話、検索小説における主要登場人物たちの大まかな設定は踏襲しつつも、オリジナルキャラクターを追加したり、設定やストーリーを変更するなど、アニメオリジナルの要素を多く含んだ内容となっている。次回予告は放送されず、公式サイト上で公開された。提供バックは、第1期では本編内のカットを使用していたが、第2期では、 デフォルメされたロッカの顔が回転するオリジナルのものが制作された。当初、顔の部分に最後はカウントダウンの数字を表記したかったものの、提供バックという性質上できなかったので、カット終了3秒前に右下隅に丸を3個表示し、その個数を減らしてカウントダウンしている。この回転するものは後に、石原達也が監督を務めた無再現のファントムワールドや、響け。 ユーフォニアムにも使われた。第1期は、か、エスマ文庫発のテレビアニメ化作品として、京都アニメーションにて、アニメ化企画が進行中であることが2011年12月28日に、PV 上で発表された。2013年3月27日シニアに、東京 MX などで放送された、タマコマーケット最終回放送後の CM と本作の、 公式サイトで契約更新の告知と新規ビジュアルが公開された。5月10日、第2期の制作決定が発表、ティザービジュアルが公開された。内容は原作小説の第2巻がベースとなる。9月14日の劇場版公開初日には2014年新春スタートで、あることが発表、11月30日に行われた、K、K&DCT 会計2013の ステージイベントにて第2期のタイトルは12秒でも恋がしたい。連と発表された。以下はアニメの設定。見上げてご覧夜の星を除き、本作の主題歌、キャラクターソングはすべてザックが作詞、作曲、編曲を手掛けている。12秒でも恋がしたい。ライトは公式サイトおよび YouTube で配信された短編エピソード。全6話。 テレビアニメとは別のオープニングとエンディングを使用している。ウェブ配信版にはキャストやスタッフなどのクレジット表示はない。BD、DVD の第7巻にクレジット表記付きで収録。2013年12月26日より第2期の12秒でも恋がしたい。レン、ライトを配信。全6話。スタッフ主題歌すべて歌。 ザック・カクワリスト映像特典デプス・オブ・フィールド・アイと、憎しみ劇場は BD&DVD 各換収録の未放送ショートムービー全7話最終戦争後の世界を舞台にロッカとトツマ・モルガイと憎しみの巨大ロボットバトルを繰り広げる映像特典第2期ブルーレイ &DVD 各換収録の映像特典は未放送ショートムービー BD DVD 音楽 CD ドラマ CD ラジオ CD 高梨立花改め劇場版中二秒でも恋がしたいのタイトルで2013年9月14日より公開テレビシリーズ第一期を6カの視点で構成し直した総集編に新作映像を追加したライト私のお兄ちゃんにも上映された総集編部はテレビシリーズ第一期のハイライトシーンを 時系列順に単純に繋いだ構成。アフレコは再録したもの。新作部分の前半は夢落ちにより、第一期のストーリーに影響を与えることを避け、劇場版を見ないで、第二期を見る視聴者に配慮したものとなっている。新作部分後半は、第二期に先立って、登場人物を取り巻く状況の変化を簡単に、紹介する内容となっている。エンドロール後。 テレビシリーズ第2期の告知や第2期のキーパーソンと伺える人物のモノローグシーンが入るなど全体的に第2期の存在を強く意識している。全国27巻という小規模公開ながら映画観客動員ランキングで初登場第9位となり土日2日間のスクリーンアベレージでは第1位となった。最終講習は2億2300万円。 アラスジスタッフフライト版スタッフ主題歌映画12秒でも恋がしたいテイクオン目マイナスのタイトルで2018年1月6日より公開開始テレビアニメ版第2期12秒でも恋がしたい連の続編で高校3年への進級を控えた時期を描くキャッチコピーは語られるは陰徳されし暗黒神話の最終章さあ一緒に旅に出よう 全国72スクリーンで公開され、2018年1月6日7日の映画観客動員数ランキングで初登場第6位を獲得。また、ピアノ調査による初日満足度ランキングでは、満足度91.7点を経て、第3位になった。アラス事象も変わらず妄想にふける6課の学業は、震わず、高校3年児への進級も、おまけで認められるありさまで、 大学受験も絶望的だった。この惨状に接した姉、重下はイタリアへ母を呼ぶのに合わせ六花も連れて行くと言い出す。引き裂かれることに悩む優太と六花にメンバーは駆け落ちを進め、よく仏業。二人は当てどもなく京都に向かう。一方、二人の駆け落ちを知った重下は入手した極秘の写真をネタに言うのやと突死を脅迫し、二人の追跡に借り立てる。 彼女等の追跡を交わして、神戸に移動したユータとロッカの前に、スマホの位置情報を手がかりに先回りした銃下が立ちはだかる。彼女の最後通告を受けて、なおも逃亡を続ける二人は、お城のホテルに当日の宿を取ろうとするも失敗。移動と睡眠を兼ねて、夜行バスで東の都へ向かう。束の間の大都会の雰囲気を楽しんだ後、ユータは、 六花の母に会うことを思い立つが、彼女は今、北の大地に住んでいるという。間近に迫った乳の親と突死をやり過ごし、飛行機で北の大地へ飛んで、母のマンションを訪ねるが不在。六花が連絡すると一両実は、仕事で、函館にいるという。二人は、寝台列車で、函館へ向かうが、ゆうたが母に会って、今後のことを相談すると聞いた六花の胸に、 様々な思いが錯綜する。翌朝、ユータが目覚めると、ロッカは前日に送った指輪を残して、姿を消していた。ロッカを連れて来られなかったことを詫びるユータに、母はすでにロッカが自分の元に来ていると告げる。その後、追いついてきたメンバーの助けを得て、ユータとロッカは再会し、お互いへの気持ちを確かめる。メンバーから送られた長距離フェリーの船旅の夜、 デッキに出たユータとロッカは妄想の限りを尽くし、今後の決意を電子メールに託して10下に送る。スタッフ主題歌、12秒でも恋がしたい。闇の炎に抱かれて、聞け暗黒ミサの回とし、ニコニコ生放送で、映像配信を2012年10月18日から2014年3月20日まで、不定期配信をした。この配信後、音泉にて音声のみの配信をする。また、 回数は数字ではなく下記の表記になっている。特別公開録音では DVDBD でのチケット当選者のみ会場に参加できる。また、おと泉10周年記念番組24時間ニコニコ生放送の番組内として公開録音夜のブトークパートの模様を配信しライブパートは会場のみ。この公開録音にてニコニコ生放送、公開性放送は 最終回。京阪電気鉄道は、石山坂本線にて2014年3月18日より、同線を走行する600系、電車609階に、本作のラッピングを施して2015年7月31日まで、運行。また同社では2014年4月26日より、浜大津駅にて、記念乗車券を3000部発売している。2015年3月31日で、 発売終了。高梨立夏、改め、劇場版中2秒でも恋がしたい。に関するカテゴリー、中2秒でも恋がしたい。恋に関するカテゴリー、映画中2秒でも恋がしたい。テイクオン目マイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。